はい、最後ですよ、さん、こんにちは。はい。チューン、始まりました。今日もですね、原曲、はい、期間中しなくていいかな、いやんでチュームトイビーシが、f m ギロワンから、FMG のンから、チムガサシマクトバニュース、お届きシェアネームトイビン、中夜、12月の21日、うちなーぐゆみととって、シムチチの10、えー、18日、 はいということで今週のパーソナリティや要塞カマンカマンナナかやイリンヤウシガニと一平ミードゥビン石川ヒとやビンユタサルグトウニげサビラはいおニげサビラよろしくお願いいたしますはい、はい、ということでですね今日もお届けしますけども えー、しむち,ち,ちょうどあのおとといですかね、15日、やいびいたしがやさい。あの土地の父やいべちわさいびいたんや。もうこの沖縄の1日15日、停止なヒンディイラトイビシがやさい。グシュヨハのウチャとてあひヌかんのティアワチウガンやチャイビタがやさい。 まあ、シムチチイアイビシがやさい、うん、まあ、あの、あの新歴のくゆめ、えー、な、十二月なって、もう年末年始ということでですね。はい、アワティーハーティー、イチナサルナカル、イビシがやさい、うん、まあ、年の早いや、うま年の早いや、うまい。年の早、えー、さは、馬の走る速さだとやい,びやいうクガニクトマン、イビーシがやさい、うん、もう本当に、まあ、そういった。 ちょっとですね、えーと、慌ててしまうような、僕もいつも慌ててしまってるんですけども、えー、ぜひですね、皆さんもあの運転されてる皆さん、運転そうい,ういる方々、ぜひ安全運転で、えー、慌ている中、よんなぁどうと、うんあの、終わったファーフジーからトルることンアイビー・クト・ヤサイ、その心を大事にしていきたいですね。アイビーい・ヤサイ。ということでですね、今週終わっていい、また来週、 来週はないんですよね。今週でチムからさニュースの方は、あ違うか、来週かな。後から報告しましょう。一回はい、ちょっとまた放送のこともですね収録になるかもしれないんですけれども、今日もですね元気よくお届けしたいと思います。<う>はい初めなんですけども、はいえー、トゥントゥンって言っ,た言ってしまったね。今ねチューヌトピックから。そうですね。チューヌトピックや、はい、冬ののうちのアンディル トピックし、うっとるけしゃやんでうんといびんうちのんかい冬や,あいびがやイアイビーガヤチャイビーガヤ。<laughs> リスナーのぐすいを <laughs> 聞いてみたいです。そうですね、うんまあ、よく言いますけどもあるちょ、えー春夏えー、う春なちあち、秋、美景堂とかですね春なち冬やん堂とかですね。うん <laughs> まあ、なんていうんですか。まあ、四つ春夏秋冬というのもありますけど。沖縄、どっちかがないよっていう話はよく聞きますけどね。うん、まあ、ただ、その、あの季節によって、あの。まあ、その、ね、かむるむるんとか、うん、季節を感じる。まあ、なんていうんですかね。自然の現象とかですね。それを、こう、あの。 合わせあの表している言葉なんかも結構多いですよね。ということであの沖縄のですね、沖縄手帳さんの後で2020年からですね、<え>えー、ちょっと中夜のうの日ということで、最初、紹介しやるといと意味ですが、えっとまあ、ちょうど今お話あった話とはちょっと違う話からしようかな。えっと、12月のです、ね、19日、IBC が、えー、皆さん何の日でしょうかアイビーがや えー、いろいろありますけども、えー、沖縄ではですね八重瀬町の方にあたるんですが「うんえー、足しみじ節里の宣言」と「足し節の里宣言」というのが2014年、うんえー、この日にあったということで、えー、登録されているそうです、うん、はい足しみじ節廣田君若い瓶が野菜若い瓶最近本当に生 <laughs> 春しくちしいね一覚えた曲やいびんいやそうですね、うん、あのー、まあ本当にラジオを視聴を見せる方々、まあるしあのー、ご存知だと思うんですけども、えー、沖縄を代表する民謡の歌がありましてですね「足みじ節」うん「足みじを流し働く人の心うれしさやよそどしゆみ」と、えー「汗水流して働く喜びは」 えー、他の誰,誰かがあの知ってるだろうか？みたいな感じですかね？うん、まあ、それぐらい、その働く喜びっていうところを表してる曲なんですけども、この曲っていうのは実はその沖縄内なのみならずですね。世界の内、南の口のチャーナ回一平子、こうチタワトール曲に名取。あのハワイン回あのうんじゃる土地。 あのー、うち世界あのしけのシマンチュウシナチの方々と交流と意見のアイビーたちがやさこうのとちまたあのらぬがらあの歌、うん、披露する日あのー、話アイビティこの披露の中でですねこの足水節披露があったんですよね、うん、そしてあのビックアノウドワンネウドルチョイビーたちがやさあのこの歌が始まってこの 「あせんじゅうながち」って歌ってあの間,の間のところでこの林が、うん、平子が、うん、ある<の>、うんですよね「ゆいやささよそのしよみ」ってあるんですけどもここがあの皆さん合唱してるんですよね、うん、これがびっくりしてですねこう,あこういろんなところにこう沖縄のこう伝わってるのた、まま、ソウルというんですかね、うんえー、マブインディアビーが野菜 こういうい思いを感じたんですけどもああここでもやっぱりうちなわのこう遺伝子っていうか d n がヌ、うん、クトエビンヤンディいっぺえ感動をさびたん、うん、もうそういった本当にちょうどその歌ってたのがハワイで活動しているうちなわ系のうかんしん歌舞談っていう団体なんですけども、うん、本当に皆さんがああもうハワイハワイにチュエビーしがなうちなわチュエビンヤンディ、うん、すごく感動した思いがあります。はいということでですね このあすみじぶしというぜひあの皆さんもああのやま八重瀬の方々もいらっしゃると思うんですが、ぜひあの内側に抜くいろこの代表的な曲としてもですね、聴いていただけたらなという個人的な思いが、アイビン番組としてもですね、うん、すねはい売りから要塞、の冒頭という話、アイビンたちが、はい、実際、あちゃイエイビーがや。 アチャーや、えーまあ、12月の初、えー、22日ですね。うん、えと生のクヨミやイビ、えーシが野菜。アチャーがなんとトゥンジーに入ると。トゥンジー。いうことですね。トゥンジーンや。いやもう,もうトゥンジーですよ。うん、フェイサイビンやうーや。フェイサイビンやー。いやもうトゥンジーといえばもうね、なんかもうあの、まさぎ誘うるにいのこう。 海んじゃちな、かみぶさくないびしが野菜、はい。<laughs> 何でも食べ物かって、今、突っ込まれるんですけども。<laughs> そうです、とんじといえば、やっぱり、ね。とジ,ジューシーですよね、や、う、い、ん、びんや。えくしゅうよ、ちゃやいびが野菜、うのとち。まあ、もう、そろそろ、もうね、もう、寒い季節。ひくなといびくと、こう、ね、ぬくさるかみもん、ものな。う、え、さ、ー、がたおるはじやびしが野菜。うん で実際にちょっと冬至についてもいろいろと調べてきたんですよね。あっ分かりました。はちょっと紹介う,うにげーサビラ。数曜「冬至」「とんじい」「いっぺい」分かる方もウフォーくいるかなーと「むやびいし」が「冬至」や「二十四節気」「一年間の季節」を春夏秋冬の誘ビケ景ア,アイビラン、うん、24に分けた二十四節気のうちの一つで。 一年のうち一番長さぬゆる夜が長くなる日相潮、うん、うち何回この日にトゥンジジューシーチュクティフィヌカンや仏壇にお供えし家族の健康を願う習慣がいび、うんやさいまたこのトゥンジの 当時の時期に太陽にまつわるお話がアイビークとフィグは紹介サビンウラシーヌテダコ言葉アイビールかなとウメアビーシがはい、はい、太陽が命を導くというところでお話できればなと<ー>ウムトウイビンはい、はい、1>, 1年で一番太陽ティダが輝く時間が短い当時の日昔のチュヌチャ人々やこの日この日に 太陽が生まれ変わるっていう風に考えていたとアイビータン人々はこの日の太陽を若い太陽と書いて若手だ、うん、若手だと呼んで若々しく生命力にあふれた素晴らしいものとして大切にしていたということでアイビータン、うん、でウラシーといえばウラシーヨードレがアイビー、はい、ヨードレのこの登ってきた れの方に上ってくる太陽の光がアーチ型の門がアイビークとて、そのアーチ門の正面から綺麗に差し込むように設計作られているところが特徴やイビン、はいびん太陽のこの光がに、がはいにアーチ門の中から見えるように設計されているよというふうにううアイビータンはい,はい,、はい。この太陽の力を取り込むためにわざとそのように 設計したと言われているとアイビータンちょこの太陽の動きに,に合わせて建築されているということなんでしょうかねうーいっぺうむさるちびらさぬ話だなとうめやびたくて紹介さびたんはい、はい、ラーニフェデビル、うん、この若手だっていうのはお小室創始にも書かれてますよね<ー>あの琉球最古の書物って言われてますけどもまあ皆さんもご存知の通りですねこの まあ、その歴史と、かく、か,かわって。いて、まあ、生活に、こう、あの、やっぱり。身近にあったものってことですよね。こういった季節の考え方。うんうん、そこから、こう、何が、例えば、まあ、農作物であればヌーチュク、ぬがちく。ちくいることないびがやとかですね。うん、ああ、この季節になったら、ちょっと風、風かね、かじのちゅう、ちゅうくないびくと。うん、ええー、な、やびくと、な、ちょっと対策しようかとか、うんうん、もしかしたら。 あったかもしれないです、ね、まあその一つとしてもこうトゥンジー・リーシェあのー、ナマンヒーサイビーシェがアからまたマタ、えー、<ー>トゥンジービーサンディヤビーガヤヒークナイビンヤサイトゥンジービーサまた当時といえばこうあの夜の時間が長い、うん、日の時間が短い日なんですよねそのことからもまあちょっと日あの日が短いっていうことで 寒寒くくくななっっててよより一層いだからジューシーをね、うん、温かいもの食べようっていうのはすごく理にかなったお話やっぱ先祖の考え方ってすごいなというふうに考えてしまうんですけどもまあよく海しいた方がですね今はもう贅沢病で <laughs>、うん、もう食べ物もまあジューシーに関しても,もう年中食べれるでしょうと言われるんですよね。や いつでも手に入るものになってしまうとやっぱり感謝が薄れていくと昔は本当にこの,そのこの時に食べたジューシーっていうのは本当に味が忘れられないっていうことをよくあの海新茶方からですね話しちゃびんごちそうだったってことですよねだから年に1回のこのやっぱりいただくということの感謝っていうところでですね、うん、あの行事っていうのは本当にこういうあの日頃のやっぱ命の感謝 といいいううころにつながっていくのかなっていうふうにだからこそ私たちもですねこういう行事から感じるこの食べ物っていうかいろんなこの景色をですねこういったこう思いっていうのをもっと引き継いでチナジー関東並んでファンもお話地域の方からちっちゃくて i b 氏がトゥンジーのまた次にやってくるムーチー、うん、ウニムーチーの土地にいこの時に年の数だけお餅が食べれた。 もう唯一、この1年間でこの時期だけたくさんお餅を食べれた経験があるからこの日が一平待ち遠しかったさーって話を聞いたこと、アイビー・クトゥヤイビー氏が生や今でもムーチー手に入るしまたムーチーの味もわタたぬ現代人の舌に合わせたチョコチョコ味とかチョコチップ入りのムーチーとかもとと、うん、出てきているなーっていうのが印象やいびん、ヤイビや、うん まあこれがまた、まあ、いいことでもあるかもしれないんですけどもん一方でやっぱりこう食べ物の感謝であったり、うん、なんでこの行事があるのかということをしっかり伝えてちあの知っていて一るこの協力があれば廃棄、うん、を知るきっかけっていうところにつながっていくそれを発信するっていうところをうん、うん、ぜひもっとこのもし企業さんがね、うん、やっていくっていうことであればぜひこのことに関係てトラさんがやんにちむといびんやびんやさい はいということで、ですね、中のー日、ぬぬ日ということで、えー、足みじ節と、えー、トゥンジジューシーのお話、さびたしが、うん、ぜひ皆さんあのあの、ふかん、またこの、うんぐトールクとアイビンドとかですね、あのいろいろアイビレ、うんえー、ツイキャス、売りから、えー、YouTube, YouTube、えーえー、生放送、ソイビークと野菜、どんない、 ウリからまた FMU 議論案ではメールの方でもですね、えー、ご参加していただけますので、ぜひ、えー、メッセージ、ユシティキミソリオサイン。ニゲサビラ。ということで、初めの曲、まあ、冒頭の話でも、アイビータクトやさい、なあ、神ブサクナイビンや。ということで、チンの九州をお届けしたいと思います。皆さんどう、最近聞きましたかねやっぱりこう。 季節の食べ物というところでもですね歌語はもうちょっと聞いていただけたらなと思いますえファーナさんのですねチンヌクジューシーウトトキシェイアンディウムトイビン、うん、皆さんも季節感じていただけたらと思いますそれではチンヌクジューシーエイビン ちむがらさ、しまくつばニュース、この番組や、株式会社、メガネトゥーワンハイバルテン、クワエヒフカイン、ユーロ老人ホームタクローショ、ナゴミの家、有限会社、マルーチ重機、サロンドモア美容室、サ原土ラ株式会社、株式会社、OSD、レイサービス、トミさんチ 寿司海産物石松の提供 FM ギ論マンと沖縄ハンオン NPO の協力売りから下、えー、北ば青年部ですねのて、えー、協力しお届き添い瓶スポンサーの薬をいっぺんいっぺんにフェーデービルはいということで、はい、初めの曲ですね沈黙中止お届けいたしました生バックでも流れてますねはい日ごはんてますけどもえー しジューシーの歌やあの、えー、昔のこの生活の風景、うん、あのアラワチョンディアイビーシげやさいアイビーや、えー、ちんちんしん抜く重ーメー,ーとあとこうす数が春から無塗無塗味噌チとかですね,ね<ー>畑から戻ってきてとかね最後はねあのウートウートアートウートで終わってましたよねアイビーや こういったっ昔のこう。生活の様子っていうのはすごく素朴にですね。歌われている曲で。あのー？コロナ以前にあの交流会なんか行きますとですね。はい、美味しいじゃ方がやっぱり大きな声で歌ってくださるんですよね。ーねああ、那智かさっさとこうわらべうっていうかこう。沖縄の歌っていうのをみんなで歌ったっていう記憶。あとその生活の共感っていうのが。 アイビーだこと野菜、昔、うん、アンやたんどう、監視やたんどとかですね。こういったのがすごく蘇ってくる、そんな曲だと。海しいじゃ方からですね、よく聞いてました。うん、まあ、本当に。あの、いろんな形で、あの、継承を生んでいること、アイビーしが野菜。歌、通知、抜くすること、また。継承を生んで、産むとエビン。アイビ野菜。や、暖かく、ぬくさる。ないる曲。なとエビ行くと、うん、ぜひ皆さんも、ちあの、父。君、そう、利用さ。い 生竜ブさんからもお話、はい、アイビーたちが歌詞の中に込められた思いとか、うん、チューヌテーマや「内ちなぬ冬」に関すること「ワンヤーサチュードオープニングン会、うん会沖縄に冬はアイビーが野菜い」って質問さびたしがヤファフジまた先人たちがこのように歌詞だったり、うん、また竜華に残して来てくださってるおかげで、うん、そ,のとその土地の 本来であれば見えたはずの情景とかがあったんだろうなとか、うん、また変わったものと変わらないものっていうものが必ずあるんだなっていうのを教えていただいてるなと梅東伊兵。うん、そうですね。伊兵雅哉。もういろいろまあねあのありますけどもこのちょうどあのそうですね龍下からじゃ紹介しましょうか。おにぎりしまら、えっと、ぜひちょうどですねあの冬にまあ、うちな流中やあの雪 うちは太いビタがやはんで、う産むゆるこのうかの相びたしがやさい。いひご紹介さびら。うみ、んえー、ディスティ、あ間違えましたね。もしももう一回いきましょうね。<laughs> 難しいです。うみ、はい、デンシユチにチミラリティアトド。なんにましイマシうル、ウチユデムノト。うみ、えー、ディスシユチニ、チミラリティアトド。 花縫いましゅる宇宙デモの山口でい,いねえね、ー、梅でさえ雪に閉じ込められてあとにこそ花も匂いが一層増すもの、うん、この世もまさにその通りだという流歌ですね、うんえー、この流歌や、えー、古典音楽の「赤田花風」という曲のですね中にある流歌になるんですけども、うん、まああのー なんてんていうでですすかね、まあ、梅ですよね梅よ、まあ、冬に耐えて耐えて忍んでいくからこそうこう開けた時の梅の香りっていうのはとても華々しく気持ちがいいものにあなんていうんですか本当にこう香る喜びっていうんですかねうそういったのもすごく表しているなとまさにそういう今の季節に合ってるなということとやっぱ やっぱりね、社会情勢と重ねていくと。うん、本当にもう、まさにコロナ禍っていう。一平、あの、浮かさる。厳しい状況の中ですね。本当に、あの。ウマンチューナ、シヌディ、シヌディ。えー、にじて、にじてにじて。こう、我慢して、我慢して。やってきている中でですね。うん、もう。次の、その。光に。向かってって言えばいいですかね。希望に向かって。うん、もう、次。 ね、こうコロナ禍が本当に明けてみんなが楽しく安全に暮らせる時っていうのはそのこの今をですね耐えていくからこそ喜びに変わるんだといやいやもう本当にそういった今厳しい中ですけども本当にこういった言葉を心に留めてですね生きていきたいな、まあ、また一方でそういうふうに昔からもですねこういうふうにですね先人たちが こういうふうに言葉で残していたというのは、うん、とても、はあ、また本質的に今と重なる部分があるのでうれ、うん、いな一平一平サイビンンにちむといびんたんび、うん、もう本当にまたあの基地関係でのコロナのこともあってで一平一むやみする方々もいると思うんですけども本当同じですただ、まあ、こういうふうにもう今まだちょっとね厳しい部分もあるんですけども忍、うん、んで その次の次ね、梅が花開く時をね。という感じなんですけども、うん、本当に今のこのつながりっていうのも本当にこれからもいろいろと教えていただけたらなと思っております。ね、このちょうど今、えー、私たちのこの番組をプロデュースしている沖縄ハンズオン。 教育の団体なんですけれども、えー、そこの代表の挙げナが、えー、とあと一つ、ですね沖縄県認知症行方不明者家族の会という団体をですね、うんえー、の町としてですね取り組みやっていて、私たちもその、えー、認知症行方不明者の家族の会の会員として、えー、いざこう行方不明が出たときにです、ね、捜索に回ったりとか、そういうようなうんぐとる活動、をそいび医がやさい。 ちょうど、ちのあのあユンタンジャンウトーティこの講座のアイビーと、ーこの民生委員の方とかですね、あのその地域の方々に向けてですね、取り組みを、えー、紹介したり、今の生のこの認知症の現状ですね、うん、一緒にこう歓迎ティいっル会る、会,員会のアイビーたちがやあさいあのー、もう認知症の数もですね、えー、なん認知症に関わる介護認定の数もですね、もう、 かなり高まっていると年々高まっていて対策をやっていかないといけないよと沖縄県内でも,もう、あのー、自分たちの家族だけじゃなくて本当に地域の人たちっていうんですかね、うん、自分の家族は自分たちで守れない時代がもうやってきているということで、うん、いかにこう連携してやっていくかというところをです、ねうん、話が上がってました実際に読谷の読じゃの方々にです、ね、地域の チャフォージの問題、アイ,アイビーがやーということで、うん、話、父にねから、えー、いろいろとあのあアガトイビータン、生ねなな、の例えるんシェなダブルケアの問題とかですね、あとは、その、引きこもりですね、中年、中高年の引きこもり、であと、この、あれですかね、ヤングケアラーの問題もいくつか、アガトイビータン、うんえー、ダブルケアに関してで言えばですね、 えー、あ,あれですね、8050問題という、リル生問題のアガトイビシゲ野菜、四分解、ヌトイビン野菜、50代の方が、えー、80歳の,この親をです、ね、介護しているこの割合というのがと、ここ最近すごく高まってきているということで、それに伴う、まあえー、悲しい事件、親を殺してしまう事件というのが。 あの出てきているんですけども「で、読谷の方ではです、ね、その逆もあって言うんですか、ね、こう逆といったらあれですけどもその50代の引きこもりの人を80代の親が、えー、と面倒を見てるパターンですね。な,るほどなので働いてないということですよね中年の引きこもりの方がいらっしゃってて。 働けるエネルギーはあるんだけども、まあ、なかなかもう学生時代からの引きこもりでお家近出られなくて、うんえー、高齢の親がこう面倒またそれも年金で、うんえー、その年金っていうのも本当に微々たるもので生活そんどん出る話にアイビータン読谷村 DC 日本一、えー、高齢者が多い、うん、村としてすごく大々的にもですね あの取り上げられてなんかすごい最近はまた魅力的な町であったりこう栄えてるなっていうイメージもあったりとかやっぱ観光っていうところにも力を入れて、うん、そういったところではすごく輝いてる一面はあるんじゃないかなっていうのが最初のイメージや、ま、イビンン氏が現状はう、ね、そうですねやっぱり、あのー、新聞でも挙げられてるような問題というのもたくさん上がっててですねうんうん、うん あの本当に今、取り組んでいかないとということですごく福祉関係の皆さんですね、読谷の行政の皆さんはじめ、えー、民生委員の方々、本当に意識を高めてですね参加されてるなという意味、あのー、真剣さをすごく感じましたね。うん、はいということで、あのー、だからこそこうやっぱりあの今の課題としても、あの認知症の方々が、認知症にのみならずですね、うん 行方不明になったときにこのどういうふうにこう早く見つけるために連絡体制を作っていくのか、うん、というところとまたは、もしその自分たちの地域からそよその地域に出たときにどのような体,あの体,あの体制を持っていくのか、うん、それからさ、そしてです、ね、最後にこの、えー、土日です、ね、土日祝日どのようにして。 えー、動,き動いていくのかっていうこの連携というところがもうずっと今言われているところなので、うん、そういったところのこの課題解決に向けてあのしっかり取り組んでいこうということで話そい呼ビータた、うん、読みさんはしっかり祝日も動いていきますということで話していましたのでなるほどとっても心強いなと思いながら話をして聞いておりましたけどもねはいそういうちょっと話がありました。うんはい えー、ツイキャスのほあでメッセージ来てますけれども、ハイサイ、リュウブ君、ヒロト君ということで、糸川さんからメッセージちょい便、はいありがとうございます。はいまあ、その会の中でですね、やっぱり特に島くつばというところをとっても注目して話しておりました、島くつばちむかのさニュースという番組ですけれども、うんあ、やっぱりこの認知症の方々のですね行方不明になった時の事例として、大和口では。 認証の方ちょっとなんかあんまり反応がなかったりする方々がいる中でし、うん、まくとばで話した時にもう逆にこう認知症ではないんじゃないかっていうぐらいにですね,、うん、ね会話があったっていう,こう事例があったそうです、うん、実際にあのこの認知症の方がですね自分の自宅から見つかったっていうのがあのゲート2の中ですね<ー>基地内で発見された事例っていうのがあるんだそうで。うん 夜中ですねもしだから、あのー、普通だとやっぱ人が入ってしまうと射殺だよということで言われてたそうなんですけどもいろいろ交渉もあってですね無事にこうなんていうんですか保護されたということだったんですけどもうん、うん、やはりこういったあのー、なぜそのこの方にですねなんでこの中に入ってたのっていうことで話父ね。馬が終わったあの あのふるさとやるもんと基地の中がわ自分たちのふるさとだからっていうことで話し,してたみた,いみたいなんですよね。だからこういったところからもやっぱりこのただその認知症の方々のケアだけでなくてですね本当にこの人自身の背景歴史であったりとかこの方が「マ、まま、ーノウマリアイビーガー」ということで「マ、ま、ーノチュアイビーガー」っていうところも含めてやっぱり。 知っていくところっていうんですかね、うん、また同じことが起きないようにそのまた対策っていうところも含めて考えていくその会ではリスクマネージメントとクライシスマネージメントっていう話があったんですけどもそういったところはとっても精神で有むといびたいなるほど、はい <laughs> ということですね。もう本当に先輩方思うっていうところでここでも本当にしまくてばの大切さっていうところを本当に改めて学ばさせていただきました。うん、はい 最近の新聞記事でも載っておりました沖縄タイムズでも全国の都道府県全てが超高齢社会にということで、うん、沖縄も加わって初の65歳以上が22.6%っていう記事が最近もタイムズで紹介されていました,ました新報でも、はい、同じようにう超高齢社会に入っていくよっていうところで、はい、やっぱり生私たちの立場で「 その歓迎行くとこのようにウミシージャ方がたくさんいらっしゃる世界社会っていうふうに考えた時にウフォーク問題も IB 氏がそこにやっぱヒントはあるよっていうことで、うん、ウフォーク教えていただいているところやいびんこの地域のウミシージャ方が認知症にたとえれなってしまったとしても、うん、そこで教えていただけることがストップしているのかっていうと憂れ。うんウレイ そうううではなないいふに、うん、そこを切り開いていく道やキングはのヒントにしまくてばがあるんじゃないかなっていうふうにいびんもう本当に、まあ、そういった意味ではこうなんていうんですかねこう一人一人取り,取り残さないっていう観点で、うん、まあちょっとねあの隅,置きあれあの隅に置かれてしまっている現状もありますけども今だからこそこう まつとばという温かさでです、ね、こう包んでいくというこのひとちょっとした、まあ、言葉のみならず歌,歌にもすごくヒントがあるなというふうに感じているので本当にこう今こそ「しまくつば」を学んでいちゅること売りがまたその、えー、梅の花のごとくですね寒くひいくなという高齢者との関係というのを温めていくような方向になっていくんじゃないかなというふうに綿谷歓迎とエビン。うん とということですね、はい、ちょっと長々となってしまいましたが、はいはい、そういったちょっと思いで言葉停止にし,していきたいですね。ということでですね、はい、ここでちょっと、はい、曲を挟んでまた後半の方話にいきたいと思います。2曲目、ヤイビー氏が野菜、えー、沖縄市のですねフォークの沖縄市を代表するシンガーですね。 佐田山豊さんの曲をちょっとお届けします。はいえー、ちょうど12月がですね誕生日生まれ日だったということで、あのー、またえっ、ー、とこの月末にもライブを控えてるんですよね。はい、いはい。それもありましてぜひ沖縄のまあシンガーというところもですねぜひ曲聴いていただけたらなとおむとえびん。<っ>はい。ということでさな佐田山豊さんで、えー、お祭り町千宇都木サビラ。 はい,ただいまお届けした曲は、佐田山豊さんでお祭り提灯お届けサビタン、はい。この曲、ちょうど沖縄タイムズのですね大言証言という記事に載ってたんですけども<ー>この戦争当時のこのですね、えー、戦争前の、持っているのはこの提灯ですね、戦争出兵前の雰囲気と、こう,こうアーテンぼうの春というような。 形の表現があったりとかですねやっぱり当時の戦争が始まった季節の、えー、背景に歌われている曲なんですけどもね、うん、すごくあのいろんな曲あるんですけども、まあ、こ,これからですね12月のまた年末のライブも控えているということで、うん、ぜひ皆さん佐渡山雄隆さんの曲を聴いていただけたらなと後半なんですけども1時46分回ってますね。 えー、チムガラ差シマクト羽ニュースお届け、そ<っ>、はい、えー、とですね。最近のまた、えー、アイビータルクとヤイビーシガイサイあのー、まあちょっと、あのー、関係してくると思うんですが、はい、えとチャタンのですね、チャ、えー、ダキジェイク、うん、アイビータしが野菜、ダキジ,ジェイクでヌーヤイビーが竹細工。 なんですけどもちょうどあの浦添の方でですねこのダキジェイクの心身運慶って、えー、とワークショップを行ったんですよね。ダキリシェいろいろとこう沖縄の昔の生活に欠かせないものなんだよとい,いうことでちょうどその、えー、と竹の認定工芸士であります塚山寛樹新氏、うん、運慶師あのワークショップしていただきました。ラジオも1回 出ていただきましたかね。うもう沖縄で唯一の竹の工芸師ということでですね。あの子供たちにこのアーケージュ、アーケージュ、はい、トンボ、ンボですね。とバッタの、えー、ものをですね。竹素材ですね。作っていただいて本当にあのリアルなんですよね。面白いんですけども、あの子供たちもこの自然の素材に触れるという機会をですね、なかなかありませんでしたので、一筆ユルクドエビータン。 やっぱりこう今はもうプラスチックの世の中になってきているということもあってやっぱりプラスチックに関わるこうゴミ問題もですねいろいろうほくあいる中、やイびーしが野え。塚山さんもおっしゃってました栗りからややくりからやあのプラスチック油から竹細工 UAE 便どとうと、ん、サステナブルイビンドうということでですね本当に持続可能なものをこの地球に優しい素材でやっていくことから一平定ア安動ということで話しておりました。うん そこの点からもですね昔からのこの、まあ、昔は当たり前だったんですけども、うん、やっぱり便利な世の,世の中にいいあのなっていくにつれて、まあ、プラスチック製品が入ってきてですね本当にプラスチック製品があふれてしまって、まあ、これもいいことであったんですけども、うん、やっぱり一方でこうあの環境問題にもつながっていたというところもあって今こそこうこう見つめ直すきっかけとしてやっぱりそういった観点からも 注文が多くなってきてきるそうですねまた昔のようなこうバーキーであったりとかその先錠器とかでももちろんなんですけども、うん、ま新しくねミーサルこう文化として、うん、アンティークとしてですねこのライトを入れるようなこう家具を作ってみたりとかいろいろ模索しているそうです、うんうん、SDGs っていうところでもとってもあ アイ,アイビンやあと持続可能ややそこの点ってとっても大切な視点だなと感じておりました、うん、竹細工はどうですかかかあのー、とアイビンがや。一度この塚山新司の工房恩会委着とアイビンああ行ったことがアイビンはいはいはい柑橘新司竹細工もそうやアイビン氏が それを作り出す「換気疾止」の魅力っていうところに一平惹かれるところが「アイビータン」何でもかんでもやってみようっていうこの好奇心だったり換気疾止自身のこの体験から「うん、ターガサネワガスサ」っていうところのメッセージまでいただくことができたことが一平印象的八重敏ンもう本当にこう停止なのはそうですねその心とまたあの一夜天足ぐくる八重敏堂と。 そのことがとがても印象的でしたねうん、うん、やっぱりこう大人になっていくとあのどこかこう制限をです、ねうん、かけてしまったりとかそういうのがありますけどもやっぱりこの信者もう御年72歳ですね<ー>国旗ということでですねあまりのこう絶好調ささらばンじさを見てびっくりしたんですけども,、うん、もう本当にこういったいつでもこう挑戦だよというこの心があの先生が持っているこの重い志というのは。 本当にこう目を見よみはむ見張るものがあってですね。ややさいああ、模範にしていかないとなってすごく思いました。うん、はい。もうこの竹栽工もですね、次の後継者育成に向けて取り組まれているということで、うん、あのー、本当に次の竹の種伝開ぬくさん等な種目と番ユニモンヤンドと、うん、やっぱりいつかこうチカティカンねーなわシティジャビ行くとやあと。竹のこの技術もまたこの地タティカン等なぬ。 ネねラン、ね、なティーチャビークとやーと、うん、こうね竹にちばらな,な,ばらなやーということでお言葉もいただいたんですけどもね、うん、本当にそういう背中から学んでいきたいなというふうふにすごく感じております、うん、また今後もこのしまくてもチームがさしまくともニュースを通ってまたゲストとし運営し話聞けたらなと、あのー、秩父さんにおむといびーいくと野菜ぜひ楽しみに待っていただけたらなと思っております。うん はいといととうことでですねちょっとお話ししてきましたけども、まあ、本当に冬のうちなということで今回ちょっとお送りしてきましたけども、まあ、この皆さんにとってもですね、うん、まあこの温かな番組としてですね、えー、来年もです、ね、しっかりお届けあのゲスト運慶ししまくてもない,ないる方々また T 方ですねいろんな祝辞ソウル方々運慶しお届けシェアンデ・ウムトエビン いろいろとですね、あのー、皆さんのこうコメントであったりとかいつもこう助けられている部分がありますので本当に本当にありがとうございました。うん、はい、まあ、ちょっと今年度の放送がですね、えー、チャーナイビーが病んでいるとクルやイビーチが野菜、うん、また追ってあのお伝えできたらなと思っておりますので皆さん今後ともいたさるごとウニゲサビラよろしくお願いいたします。うん、じゃあちょっと地域情報をはい お届けしたいいと思います,、えっとですね、私たちの番組をプロデュースしている沖縄ハンオン NPO が、えっとですね、沖縄県こども未来応援助成金事業としてです、ね、行っているロードトゥーゴーフードシーブンテーブル2021というです、ねうん、食品提供の,あの事業を行っております。無償提供ですね。今週ですね12月の22日の水曜日。 沖縄市内と12月26日の日曜日ですね茶壇町内で、えー、と配布を予定しております、えー、日曜日に関しては、えー、と茶壇町工区中心で回ってるんですけど、はい、まあ、連絡いただけましたらあの準備していきますのでぜひあの詳しくは沖縄ハンズオンのホームページからお問い合わせいただきたいなと思っております、うんえー そちらあの連絡いただきますとこの食品の準備っていうのも行っておりますので、はい、またはあの沖縄ハンズのホームページ以外にもですね、えー、SNS インスタツイッター Facebook、えー、そちらでもですね更新しておりますのでチェックの方よろしくお願いいたします。にけさびら。はい。ですかねこれぐらいでしょうか。うん、はい。はい、生もう12月のきちゅや21日、はい、これからやってくる。 新歴で言えばクリスマスマ、うん、昔のうちなの方や、うん、アメリカ正月と呼んでいたっていうふうに話がアイビータンー、うん、でこれからやってくる1月1日がヤマト正月,正月で旧暦の正月がうちな宗勝と呼んでいたよっていうことで<ー>これからは一番楽しい3回そしてもう1回愚宗の正月もアイビーくと4回、うん、いい正月も合わせたたくさん。 そうです総勝ちが違うアイビーる楽しみな季節がこれからやってくるよということでお話も「相びいたちがこの,この時期嬉しいイベントうっさそうるイベントがアイビー氏がうれたくさんのプレゼントもの、うん、そして神文があふれる時期なといびいしがそんな時期こそこの「うゆみ七尾の歓迎方一平定七」だなっていうふうに「うむといび

<う>はいということで今週の注目からさしまくとばニュースをおっぴなトイビンはいとばしゃまたイチャヤビラ野菜はいまチュアイペイペイまた野菜また野菜